他の人からこのような特徴が指摘されたことがある人は、実は気づいていないだけでね、すごいオーラの持ち主かもしれませんよ。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。皆さんの周りにこの人オーラあるなとかね、そういう風に感じられる方おられませんでしょうかね。有名人や著名人なら多くの人がそう感じるかもしれませんけれども、実は気づいていないだけで、あなたにもすごいオーラを発する素質が備わっていたりします。その条件を知っておくと、さらに自分の良さを磨くことができるかと思います。そこで今回は、実はすごいオーラを持っている人の特徴についてお話しさせていただきます。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。そもそもオーラって何かと申しましたら、私たち人とかね、あるいは物体から発散される独特な霊的エネルギーのことでございます。独特な威圧感といいますかね、雰囲気をまとった人に触れますと、オーラがすげーなんてね、感じたりすることもありますよね。オーラっていうのはもともとね、風とか、あと香りとかね、光の輝きなどを意味するラテン語のアウラというね、言葉に由来するという説とか、微風とか朝の爽やかな空気を意味するギリシア語から来ているという説もございますけれども、いずれにいたしましても、古代の人類はそういった大自然恩恵の中にも、オーラという言葉では表現しきれない霊的なエネルギーを感じ取っておられたということになりましょう。オーラは別の言葉で波動とか霊覚、あるいは魂レベルといったりもいたします。これが人にも当てはまるものでして、魂がきれいな人、魂レベルが高い人の波動や、そういったオーラはね、温かくて包容力のある雰囲気を感じさせることが多いものでございます。カリスマ性のある人はその人ならではのオーラをまとっていますので、カリスマとして注目されるんでしょうし、例えば大きなライブコンサート会場に行きましてね、こんなに遠くに離れた会場の隅っこの方の席にいたとしても、ステージ上でキラキラ輝いている人のオーラに触れて元気をいっぱいもらったりとか、あるいはこちら癒されたりすることがあったとしましょう。そうしますと、そのステージ上で歌やダンスを披露しているカリスマは、やはりね、すごいオーラをまとっている人というふうに言えます。オーラについてなんとなくね、これをお分けいただけましたでしょうかね。それではここからは、そんなオーラがすごい人に共通する特徴を8つ、今回はね、過去に挙げていない特徴についてご紹介してまいりたいと思います。他の人からこのような特徴が指摘されたことがある人は、実は気づいていないだけでね、すごいオーラの持ち主かもしれませんよ。では参りましょう。オーラがすごい人の8つの特徴、まず1つ目は、その人がいるとその場の雰囲気がパッとする。これは結構ね、分かりやすい特徴だと思うんですが、オーラのすごい人がお店などに入ってきますとね、思わずパッとね、振り返って見てしまうですとか、なんだか輝いているように見えるとかね、明るい雰囲気があってすぐそばにいたいと思わされたりとか、なんだか分からないけどあの人ってすごい人のような気がしてならないなとかね。オーラはこの肉眼でね、見えるものではなくて感じるものですので、オーラがすごい人を無意識にね、目で追ったりすることがあるかもしれません。オーラの色とかは、ね、見えなかったとしても、その人が醸し出している雰囲気だったりとか、あるいはこうやって身につけている服のデザインのセンスやったりとか、あとスタイルだったりね、なんだか好きだなーって感じる人を目で追ったり引きつけられたりするもんだと思います。これはね、逆のパターンもありましてね、例えば陰気なオーラをまとっている人がいる部屋に入りますと、なんだか重苦しい雰囲気を感じたりすることってないですか？もっと言えば、オーラはその場に残るということがございます。仮に誰かがいざこざの喧嘩を起こした直後の部屋に入りますと、なんかこの部屋の雰囲気がピリピリ苛立っているような、そんな嫌悪感を感じてしまうことがあったりするもんなんですよね。実はもちろんね、自分がその部屋に入る時にはそんな喧嘩があったなんてことは知らなかったとしても、その場に残って漂っている陰気な空気やね、そういったオーラを自然に感じ取ってしまうから、陰気な雰囲気がするということは分かるということなんですよね。またこれも逆もしかりでね、陽気な人やオーラが綺麗な人が使った後の部屋に入りますと、自然と気持ちが癒されるのを感じることもございます。私たちの目には見えないだけで、私たちはそれぞれにオーラという霊的エネルギーを放っておりましてね、いろいろな場に振りまいているということをぜひね、覚えておいてくださいね。オーラがすごい人の8つの特徴、2つ目は姿勢が良い。輝いている人は身なりもピシッとしておりましてね、姿勢が非常にいいもんでございます。私たちにとって姿勢ってものすごい大事なんですよね。そもそも姿勢が良いと、エネルギーの通りもスムーズに流すことができます。自律神経も背中にある姿勢や内臓を支えている筋肉、脊柱起立筋の周辺に集まります。これが猫背だってだけでね、いろんな不調につながることがございます。
例えばね、この肺が押しつぶされて喘息になったりとか、あと皮膚にはアトピー症状が発症することもありますし、あとは肩甲骨がここでやったら広がりましてね、内臓の機能を低下させたり、まあ、これいろんな病気を併発させる原因を作ってしまいます。あと体感で感じるものとすれば睡眠障害ですよね。姿勢が悪いというだけでこうやって様々な弊害の原因を作ることになりますし、何よりオーラの輝きを消してしまいます。猫背だと発する言霊にも力がなくて弱々しい印象を持たれてしまいますから、慢性の病にかかっているですとかね、老人性腰痛などでない限り、できるだけこうやって胸をピッと張ってね、背筋や腰骨を伸ばして良い姿勢を意識して日常生活を送るようにいたしましょうね。そうしますとあなたにしか出せないオーラの輝きを放つようになれると思いますよ。オーラがすごい人の8つの特徴、3つ目はおどおどしないで堂々としている。オーラがすごい人は心の強さを持ち合わせておりまして、懐もね広いという特徴がございます。逆に言えばそのメンタルがあるからこそね、何をやっても成功するし堂々としていられるわけでございます。そうするとまた良い方向へ向かうから自信がつくし、仮にネガティブなこともポジティブに転換することができるので、自立した心の芯をしっかり持っておられて、ちょっとのことではこれ動じません。おどおどしないで堂々としているので周りの人へ安心感を与えていることが多いと思います。強い心を持ち合わせているのは生まれつきではなくてね、これまでの人生で立ちはだかった壁をも乗り越えて、その度に弱い自分を克服してきたからこその心の強さと言えます。だから揺るぎのない自信が満ち溢れてるんだと思います。今あなたが大変な状況にもし仮にあるならば、問題や課題を一つずつ着実にクリアしていくようにいたしましょう。その一つ一つはあなただから与えられている人生の試練でございます。あなたなら超えられる試練だからこそ与えられているもんだとね、自分を信じてみましょう。その自信がオーラの輝きをますます増してまいります。オーラがすごい人の8つの特徴、4つ目、すごい人なのにすごそうに見えない謙虚な人。謙虚な人は周りの人に敬意を払ってね、自分を過大評価することはこれありません。オーラがすごい人の言動も控えめでね、心の中には秘めたる自信があるのに、そんな自信はつゆとも見せず、修行僧のようにね、自分の欠点を素直に見つめてはさらなる進化を成し遂げていかれます。こういう人をしてまとっているオーラが半端なくすごいということがあります。そもそも威張る人っていうのはとっても心配性なタイプだったりしますので、負け犬の遠吠えではないんですけれども、弱い犬ほどよく吠えるってやつですよね。本当は心細いし、そんな弱小で脆い心を隠すために大きな声を出す人がいらっしゃいます。そういう人のオーラはね、どこか不安定で、一緒にいますとこちらまで変なオーラが映ってしまうんじゃないかなって心配になってしまうような、そんなオーラを放っている人もいらっしゃいます。一方のすごいオーラを放っている人は人生のいろいろなね、そういった経験を積んでこられておりますので、一見するとすごい人に見えなかったりとかね、もちろん威張ったりなんかしません。そういったね、謙虚な心を持っていらっしゃる、言動もその通り謙虚でいらっしゃるという方はオーラがすごい人の特徴でございます。オーラがすごい人の8つの特徴、5つ目は話しかけやすい。威張ってもいないし、キラキラ輝いておられるから引きつけられますし、自然と話しかけやすくて、実際お話ししてみると安心感を与えていただけるというような人はオーラがすごい人と言えます。例えば初めて訪れた旅行先で誰かに道を尋ねようとした時に、ぐるりと辺りを見回して、よしあの人にしようとね、直感で話しやすそうな人を選ばれると思うんですけれども、そこで選ばれた人は周りにおられた人の中で一番安心感を漂わせているオーラを放っていたんだと思います。なのでよく道を聞かれるなっていうことが多い方は、もしそういう方がいらっしゃったらね、そんなあなたが放っているオーラはとっても良い雰囲気を放っていらっしゃるんだと思いますよ。その優しく温かなオーラを見合い続けていかれることをお勧めいたします。オーラがすごい人の8つの特徴、6つ目は自分なりの信念がある。そしてその信念を曲げない。人間関係ではね、人と協調性を持ったりとか、人に合わせることもこれ大事なことであるんですけれども、それは自分自身がしっかりと自立した人間同士だからこその話なんだと思います。みんながみんなね、いやどっちでもいいよでは正直困りますよね。自分の中に自分らしさや信念がある人はいらんところでね、自分を曲げません。これはね、頑固とはまた全然違いましてね、貫く部分は貫く、誰に何と言われようがというくらいのね、強い信念を持っているからこそ協調性を大事にされますし、和を保つことができるんだと思います。このバランスを持っている人は自分で自分の道を切り開いていける輝かしいオーラをまとっている人と言えるでしょう。オーラがすごい人の8つの特徴、7つ目は他人へ無償の愛を注げる人。利他の精神とも言うべきね、人へ注ぐ愛が大きな人のオーラはやはりすごいですよね。そのオーラに触れた人は安心感を与えてもらえますので、その人のそばにいたいなと思わされたりするでしょう。
これは自分の身を削ってとかね、自分の時間を与えるようなそんな自己犠牲的な恩着せがましい愛ではなくて、本当に優しいね、そういった無償の愛でございます。人に何かをしてやったといったね、傲慢な愛ではなくて、どこまでも見返りを求めない、与えたいな、届けたいなというね、そういう優しい気持ちからの行動でございます。物やお金や権利といったね、そういった物質的なものではなくて、優しい笑顔で心に寄り添う気持ちだったりですとかね、その人の全てを受け止める大きな包容力を持っていらっしゃる人は、温かいオーラを放っていらっしゃいます。オーラがすごい人の8つの特徴、8つ目は行動力があって、何事にも一生懸命、その時その場でね、自分には何ができるのかなっていうことをちゃんと考えられて、自分のできることを一生懸命に行える人は、周りの人の心を動かすようなね、すごいオーラをまとっていらっしゃることが多いです。自分の心が動く方へね、一生懸命進んでいかれます。もし何かをやらかしてしまって、たとえ失敗に終わったとしても、決してね、周りの人のせいにはいたしません。自分がやりたいことができないのは、輝けないのは、周りのせい、環境のせい、システムのせい、お金がないから、親のせいとかね、誰かのせいにするってね、これ誰でも簡単ですよね。誰かのせいにしていれば、自分は安全地帯にずっとおられますから楽ですもんね。ただ、オーラが輝き渡ることはこれございません。何のために生きているのか、人のせいにしたり環境のせいにしたりね、不平不満も言うために毎日生活しているのではありませんよね。そうだとしたら非常にもったいないですし、とても残念に思います。もっともっとね、こう輝けるあなたであるはずなのに、そういった素質もね、ちゃんとね、持ち合わせているはずなのに、非常にもったいないと思います。人はどこからでも変われる生き物でございます。まあ私自身がね、そうだったから、私は本当にそう思います。自分の心にスイッチを入れることさえできればね、人はどっからでも本当変われます。だからスイッチを入れられる自分を目指していきましょう。スイッチが入っている人とオフになっている人とではね、これ見てる景色がこれ天国と地獄くらい全然違うんですよね。だからスイッチを入れて、良い意味でリミッターを切って、自分の心が本当に動く方へ進んでまいりましょう。その時あなたのオーラは、あなたにしか出せない素敵なオーラとなって輝き渡っているはずでございます。はい、ではまとめ。オーラがすごい人の8つの特徴、1つ目はその人がいるとその場の雰囲気がパッとする。2つ目、姿勢が良い。3つ目、おどおどしないで堂々としている。4つ目、すごい人なのにすごそうに見えない謙虚な人。5つ目、話しかけやすい。6つ目、自分なりの信念がある、そしてその信念を曲げない。7つ目、他人へ無償の愛を注げる人。8つ目、行動力があって何事にも一生懸命。以上8つの特徴をご紹介させていただきました。これらの特徴を気になって、あなたご自身はいかがだったでしょうかね。一つでも多くこれが当てはまる特徴があれば、これ最高でございます。ぜひね、そのまま磨き続けていただいて、一つでも多くね、この特徴に当てはまる自分になっていただきたい、目指していただきたいと思います。その時あなたはね、あなたらしい、あなたにしか出せない自分の人生を歩んでらっしゃると思うし、そんなあなたに私はいつかお目にかかりたいと思います。今回はね、オーラというお話を共有させていただきましたけれども、実際オーラや波動はね、普通の人には目に見えないもんなんですけれども、霊的エネルギーとして誰にでも感じることができるもんでございます。とはいえ、ちょっとね、手の届かないようなね、神秘的な世界のお話というふうに捉えがちなもんですけれども、全くそんなことはありません。人から放たれるオーラに意識を向けてみてください。意識していなかった時よりもね、ビンビンこうね、感じるようになるかと思いますよ。それはあなた自身もオーラを放っている存在だからなんですよね。感覚的に馬が合う人とね、合わない人っていう風に感じるのは、その人が放つそのオーラと、あなたがお持ちになるそのオーラがね、合う合わないという、そういう感覚的なものさしで感じることだろうという風にね、そういう風に受け止めていただければ、オーラの存在は結構身近なお話としてね、受け止めていただけるのではないかと思います。そんなオーラは日々変化いたします。あなたのその気持ち、意識、テンションによってね、この日々の上がり下がりってありますでしょ。ですので、この長い人生の中で、日々心を磨かれて、魂を磨いて、オーラを磨く毎日を過ごしていただければ、あなたはすごいオーラの持ち主になれますからね。お互いにね、自分の持ち場で一緒に精進してまいりましょうね。はい、ということで今回の話は参考になっていると思います。そこのあなた、いいね、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。